浜お城を咲く。彼は誰を殺したか。一。男でも惚れ惚れする吉田豊の安らかな寝顔を眺めながら、中女を直かは思った。こんな美しい青年に妻が恋するのは無理はないことかもしれない。どう考えても俺は少し年を取りすぎている。ただ、 妻のいとこだと思って近頃まで安心していたのは、俺の誤りだった。明日はどうしてもあれを決行しよう。中条はこんなことを思いふけりつつ、海辺の宿屋の小さい一室で、真夏の暑苦しい夜を一睡もせず明かしてしまった。彼は、十五も年の違う美しい妻のあや子の愛に対して、 妙に自信が持てなかった。だから、大抵の男が、綾子に会うのを警戒していた。近頃ではこれが半然としてきたので、心ある友人は、彼を馬鹿にしながらも、尋ねるのを遠慮するようになった。ただ、今年大学に入ったばかりの、綾子のいとこの吉田豊ばかりは、平気でやってきて、綾子と親しく話していた。 また、中条の方でも何らの不安もなかった。それはただ、いとこ同士だからという理由からであった。その吉田の最近の行動は、中条から言えばどうも許し難かった。いとこのことだ。自分との結婚以前にはどんなに親しかったか知れない。しかし、結婚後にも、 その親しさを延長されてはたまらないというのが彼の気持ちだった。実は結婚後、ますます親しく仲良くなってきたのじゃないかとさえ感じられる。彼らを近づかせているものは、表向きは音楽だった。ピアノの好きなア子のところへ、バイオリンの巧みな吉田がやってきて、この二つの楽器を合わせて楽しむことは、 当然のことだった。少なくとも、あや子と吉田にはそう思われた。しかし、中条にとっては、夫が全く除外されているという時の状態は、たまらなく不愉快だったのである。吉田にはともかく、あや子にはこの夫の不快がわからないはずはなかった。けれども、あや子は、そんなことを何とも思わなかった。 こんなことを不快に思っている夫を持つことを恥とすら考えた。だから、ますます平気で吉田を呼んでは合奏した。彼女は賢かった。なるほど、中条は弱気な哀れな夫だったかもしれない。しかし、彼女は人戯れていることに気がつかなかった。こういうたちの男は、時とすると、 犯罪に対しては非常に勇敢になるものだからである。十条といえども音楽は嫌いではなかった。はじめのうちは二人の演奏に浸ることもできた。けれども最近に至っては彼は全く不快な気持ちで二人を客間に残して自分の部屋に戻るのが常となった。彼がいなくなると 彼らは一層仲良く弾いているような気がした。いや、楽器を置いて笑いさざめく声がよく聞こえた。そうして弾き始めると音楽は一層幸福そうに響いてきた。彼は春のそなたを書斎の中で聞きながら幾度歯を食いしばったことだろう。彼は下打ちをしながらベートーベンを呪った。 それほど二人の好きな曲は、この聡明曲だったのである。一方、吉田は遠慮なく、あや子を音楽会に誘いに来る。妻は平気で一緒に行く。そうして、夜遅くなって帰ってくる。一体今までどこで何をしてきたのだ。だから S 氏のコンサートって申し上げたでしょマーラーのシンフォニーって素敵ね。 なんだか難しくってわからないけれど。何を言ってやがるんだ、と彼は心で思った。遅くなって申し訳がございませんくらいのことを言ったらよかろう。こう思っても、もう口にさえ出し得ない男だった。吉田と妻が人目をはばからずに出歩くことは考えてもたまらないことだったが。 しかし彼はこれに口を出さなかった。あや子に対しても、吉田に対しても、一言も注意すらしなかった。言ったらあや子は、軽蔑の笑いで一周するだろう。子供とはいかぬまでも、まるで年下の吉田に言うことは、なおさら恥ずかしいことだった。こうやって、もだいのいくつ期かが経ったが、 結局、中将直和は、吉田の存在を呪うよりほか仕方がなかったのである。吉田の存在と、ピアノの存在と、バイオリンと、思考して、彼らが好んで合わせる春のそなたと、そうしてその作曲者と、すべてを彼は呪った。しかし、妻と吉田の間について、 何らの確証を握っているわけではなかった。が、何らの証拠がないということは、中条のような男にとっては、証拠があるのと全く変わらなかった。吉田の存在が呪わしいのは同じだった。春が去って、夏が来た。どうしてもこのままではたまらないと感じた彼は、役所の休みを利用して、 二三日前から泳ぎに行くと称して、吉田をこの T 海岸へ連れ出したのである。最初の彼の目的は、吉田に恥を忘れて事実を突き止めることだった。けれど、宿屋の一室でちょっとその話に触れかかったとき、吉田は呆れた顔で笑ってしまった。中条は一時、やはり、 俺が疑いすぎたかなと安心した。けれども、吉田が直ちに後から言った言葉が、中条を直ちに不快にした。僕、今度は時期帰りたいんです。お姉さんと、彼は、あ香のことをいつもこう呼んでいた。この夏、ブルフを合わせる約束がしてあるんですから。この男は、ひどく無邪気な人間か。 途方もない知らずらしいやつだ。と、中将は考えた。機会があったら、吉田をこの地上から失ってしまいたい。とは、必ずしも今になって初めて考えたことではない。彼が、とりわけて寂しい某州の一角、T 海岸を選んだのも、そこに理由があったのである。夏になると、 二人連れの友達が山へ登ったり海岸に行く。そして一人が誤って足を滑らせて深い谷に陥って死んだり、または崖から海に陥って岩に頭をぶつけて死んだりすることがよく報道される。その時、もし一方が他を殺したとしても、どうしてその殺人を立証し得るだろう。思考して、 もしその動機が外面に現れない場合には、いささかも殺人の疑いさえ起こり得ないはずではないか。誰も人目に触れぬことだ。誰も人のいない時結婚するのだ。そうすればこの犯罪は永遠に人に知られない。従上は思った。彼の場合において動機足り得るものを確かに知っているとすれば、 それは妻一人だ。よし、その妻が自分を訴えたとしても、どうして直接の証拠をつかみ得るか。中条と吉田が泊まっている宿屋から泳ぎに行くところまでに、恐ろしい岩の崖道がある。無論遠回りをすれば安全な道があるのだが、中条らは近道を往復した。しかも、このある一部分には、 崖の上に茂る木と、海にそびえ立つ岩に隠れて、ちょっと外から見えない箇所があるのを、中条はちゃんと知っていた。水泳に一枚の吉田が足を滑らして下へ落ち、頭を割って死ぬということは、決して不思議ではない。現に中条自身も危ないので、随分用心して歩いているのだ。よし。 明日はどうしてもやっつけてやろう。中条は夜の明けるまで思い続けた。あくる日は前日同様の快晴で、やはり暑い日だった。水泳に一つになった中条と吉田が、細い危ない崖道を歩いていく。吉田が先に、中条が後から。 中将は、ここと思うところまで来て、あたりを見回した。彼の見うる限り、一人も人はいなかった。今やろうか、今やろうかと思って、彼は吉田の後ろ姿に見入った。この時、偶然が中将の気持ちに対して、白車の一撃を与えた。何も知らずに先に立って歩いていた吉田が、 楽しげに口笛を吹き出した。それこそ彼が綾子とよく弾く春のそなたのバイオリンパートの一節だった。これを耳にした刹那、中条は身震いした。彼はいきなり吉田の後に身を引きつけた。吉田が T 海岸から誤って落ちて頭を粉砕されて 即死したという旧法がよもに飛んだのは、それから間もなくだった。警察からは、直ちに係官が出張した。東京から家族の者も,も駆けつけた。けれどもそこには、何ら他殺の疑いをかけるべき点もなく、また自殺と見られるところもなかった。中将直和が相当地位ある、 傍賞役人であることが、すべての権威から彼を救った。かくして吉田豊は、善と優位の身をもって、T 海岸で不慮の過失死を遂げたということが、一般に報ぜられたのである。二。中将直和は、しかしその後、だんだん憂鬱になっていった。 そうしてその秋には極度の神経衰弱にかかって当分役所を休まなければならなくなった。同じ家にいながら彼はあや子とは一日中一言も口を聞かぬことすら多くなった。あや子はあや子でピアノを盛んに一人で断じた。しかも相手がないのにバイオリンやバイオリンコンセルトのピアノのパートを やけに断ずることが多かった。彼女のこの振る舞いは必ずしも夫に対する当てつけばかりではなかったらしい。こんな時に夫の名を数はますます陰気になっていった。ついに医者の注意によって毎朝ある一定の時間を散歩に費やさなければならないということになって、長田町の自宅から徒歩で 日比谷公園を一周してくることにした。それは十二月頃のことである。年が明けて再び夏が来た。吉田の死んだ月がまた来た。ちょうどその月だった。中将直和は突然思いがけない災いに出会った。彼は 自動車に引き殺されたのである。ある朝、身なりのいやしくない紳士邸の男が西日比谷検事局に慌てて飛び込んできた。人を引いた。いや、あの男が自分の車で自殺したというのだ。居合わせた H 所の巡査が早速行ってみると、公園の検事局に相対している入り口から 約五十件ばかり中に行った道路に、おびただしい血潮を流して、これも一見紳士風の男が、自動車に頭を引かれて即死している。自動車は反対の帝国ホテル側の入り口から、左側を通行してきたらしく、西側に車種を向けて止まっている。運転手はどこにいるのか、と聞かれて、 飛び込んできた紳士は恐縮しながら、実は僕自身運転してきたんです、と答えた。直ちに取り調べが開始され、紳士は一応 H 署に連行されたが、一通りの取り調べによって即日帰宅を許された。加害者たる紳士は、某会社の重役で、法学士、白爵、細山広氏。 殺された紳士は、某将の役人、中条直和と判明した。細山博の警察で述べたところによると、彼は毎朝その時間に自宅から自身自動車を運転して、必ずその場所を通り、勤め先に出る。ちょうどその日は、今までのクライスラーの代わりに、おろしたてのパッカードを運転して通った。 昨年頃まではもっと遅く出かけたけれども、今年になってからは健康のためというので割に早く出かける。そうして、いつも日比谷公園を東から西、すなわち日比谷門から霞門を抜ける順序だった。この日もいつもの通り走ってくると、左側の鉄柵と車道との間の 細い歩道の上を歩いてくる人を見た。このまま進んでも、無論衝突の憂いはないからと思って、念のためにクラクションを鳴らして進んで、ちょうどその人とすれ違いそうになった時、不意にその男が車道によろよろと入ってきた。むしろ飛び込んだ。ブレーキをかけたがどうすることもできない。仕方がないから、 慌てて右に避けようと思って、ハンドルを右に切ったけれど、及ばず、相手の頭を前右車輪にかけてしまった。その後、警察の調べたところによると、中条直おは、別に自殺するような動機は認められなかったけれども、最近では非常な神経衰弱にかかっていたから、かかることはありうべからざることではないということだ しかし、H 署では、この事件を業務上過失致死事件として、一件書類を区裁判所検事局に送ってきたのである。白爵細山博が検事局から呼び出しを受けたのは、それから2週間ほど経てからであった。係の大谷検事は、当時いわゆるバリバリの検事だった。 検事の問いに対して白尺は警察で申し立てた通りの答えをした。時にあなたは昨年 T 海岸で死んだ吉田豊という人のお兄さんですね。そうです。吉田は私の実定であのうちの養子に行ったのです。そうですか。それはお気の毒でした。しかし、とすると、 あなたは被害者の中将にもたびたび弱いになったことはあるわけですねはあ。この日、向こうから来た紳士が中将だということは、この事故の起こらないうちにわかりませんでしたか。無論後には、被害者は僕の知っている男だとおっしゃったそうですが。いや、とっさの場合で、初めはよくわかりませんでした。そうですか。いや、 それならそれでよろしい。対話は極めて円滑に進捗した。すべてにわたって三時間立て続けに調べられたが、ようやく一通りのことは終わったと思う頃、白尺が聞いた。いかがでしょう。私は許されましょうか。私の考えでは自分には過失はないように思いますが。 私としては今は何も言う必要はないと思いますが、一応あなたのご身分に対して好意的に申しましょう。問題はあなたの言う通りだとして、果たして法律上過失があるかないかということなんですよ。あなたの言うことが本当かどうか、不幸にして立証すべき何者も,もない。死人に口なしで相手は死んでいる。また、 第三者で見たものが一人もないのです。従って少なくもあなたの言われることを嘘だと立証すべき事実がないのです。そこであなたの今までの供述に従えばご安心なさい。この事件は不起訴になります。私はこの事件を不起訴にすることに決めました。ありがとうございました。 これで私も安心いたしました。白尺が喜んでドアを開けて出ようとするときだった。不意に後ろから声が聞こえた。細山さん、しかしそれはあなたの計画通りに進んだわけじゃないですか。予期した通り、考えた筋書き通りに。細山白尺はこのとき振り返って、 大谷検事のすごい皮肉な微笑を見なければならなかった。細山さん、事件はこれで済んだのです。しかし、私は検事としてではなく、個人として、あなたと少しお話ししたいのですがね。白尺は思わず、元の椅子に腰を下ろさなければならなかった。白尺、これは私が、 個人として言うことですよ。検事として言うべきことは終わりました。だから、もはや安心なさってよろしい。ただ、私、大谷一個人としてお話ししたいことがあるのです。私は自分の職業の立場から常に犯罪ということに興味を持っています。いかにして犯罪を捜査するかということは、いわば、 いかにして犯罪を行うかということを考えることです。だから私は事件を調べることに趣味があるばかりでなく、もし私が犯人だったらどうするか、またはどうしたかというようなことをいつも考えるのです。あなたはよく山や海で二人連れの一人が不慮の死を遂げた際に、一回もこれを疑ったことはありませんか 私は自分が賢治だからというせいか、いつもあれは妙に思うのです。なるほど、殺人としては動機がない。しかし、動機がないということは、ただ外に現れないというだけですからね。人間ですもの、うちにどんなことを考えているかわかるものではありませんよ。ところで、もしこの場合、動機が現れたとしたらどうでしょう 殺人として、検事は起訴できるでしょうかつまりそこですよ。ちょうどあなたの事件のように、第三者が全くない。被疑者の言うことを覆す証拠がない。したがって、いくら検事でも、どうすることもできますまい。とすると、この方法は、殺人として最も巧妙な方法だということになります。 さて、ここにある夏、二人の男が海に行った。そして、その一人が崖から落ちて死んだのです。するとちょうど一年ほど経ってから、その時の連れの男がある過失か自殺で自動車に衝突しました。ところがその時、その自動車を運転した男は、先に死んだ人の兄だったという事実がここにあると仮定します。 そう、これは一つの仮説の例ですよ。この二つの事件を偶然でありえないとは言えますまい。しかし、この事実の間に、ある連絡を取って考えられぬことはありません。白尺、私と同じ役人をしていた男で、今、探偵小説作家になっている人があります。この間ちょっと会ったときに、 私はこういう二つの事件を彼に語ってみました。するとその男は小説からしい途方もない空想を語り始めたのです。これからあなたに申し上げるのは私よりむしろその男の考えを多く言うのですから一つ小説のつもりで聞いてごらんなさい。その男の言うのはまず海で青年が死んだ事件を 殺人事件だと考えるのです。少なくもその時死んだ人間の親とか兄とか、要するに最も近い人には殺人事件だと信じられたと仮定するのです。動機は無論外には現れてはおらぬけれども、殺された青年の側にいる者、例えば兄などには必ず推測がつくでしょう。 その小説家は、この二つの事実に対して、兄が弟は殺されたと確信したと推測することが最も自然だというのです。もし仮に兄がそう信じたら、彼は一体どうするでしょう。今言った通り、法律的にはこれをどうすることもできない。訴えたとて何にもならぬ。結局残るところは、 直接の復讐手段でしょう。そして、彼の兄なる人が馬鹿でない限り、自分も法律的には何らの危険のない方法をとるでしょう。白尺、実際この場合、彼は最も賢明な方法を取ったのです。はじめの事件が殺人事件だとされていない限り、これに対する復讐もまた、動機が一般にはわからないわけです。 すなわち、二度目の殺人は、動機が全然外部に現れていない点において、第一の殺人事件と同じわけです。さて、ここで仮に、この兄になる人の位置を定めてみましょう。仮にこれが、死者く何がしという人だとします。すなわち、社会的に相当地位ある人間だとしましょう。少なくとも、 殺人事件のごときには、最も嫌疑のかかりそうもない地位にいるのです。すなわち言い換えれば、最も巧みに人殺しのできる地位にいるとしましょう。この施策は、弟が殺されたと信じて以来、どうにかして相手をやっつけようと考えている。絶えず遠くからその行動を注意していると、相手は神経衰弱にかかって、薬味を引いてしまうとわかる。 ところで死者は毎朝自動車を自ら買って日比谷公園を通るのです。偶然にもある朝死者は相手がここを通るのを見ました。時々一方は徒歩一方は車で公園のあたりですれ違う。そのうち死者は相手の時間が一定しているのに気づきます。健康上いいからという理由で 時間を繰り上げて、相手と必ず会うようにし始めました。ところで白爵、あなたの事件で、私はその小説家に言われてから気がついたのですがね、日比谷公園ともあろうところで、あの時分、どうして誰も他に人がいなかったかということを調べてみたのです。すると、妙なことを発見したんですよ。 どういう理由かちょっとわからないが、あの事件のあった箇所は、日曜日の朝は別ですが、他の朝は、ある一定の時間、無論ごく短い間ですが、人通りが全く一時に途絶えるという事実。しかもそれが、ちょうど白爵あなたがあの日あそこを通られた時間だ、という事実がわかってきました。白爵 半年も同じ道をドライブしていたこの物語の試着帽子にそれが発見されぬはずはありません。さて、ここまで来て私はこの小説の中の試着の考えを初めからたどってみましょう。まず、弟が殺されたと思う。ひそかに注意してみると、弟の仇たる某紳士死が神経衰弱にかかって、 役所を休んでしまう。無論死爵区は、これを両親の過釈と信じるから、その確信はますます固くなる。そこでいよいよ復讐の決心をする。偶然ある日、日比谷公園のドライブ中、某紳氏を発見する。いつかまた出っくわす。これを知った死爵区は、某紳氏の通る時間を計って、自動車を買ってすれ違う。 これから毎朝時間を今までより早めに出ることにする。そうして半年の間、二人は毎日のようにすれ違っていたわけです。これは死者区にとって二つの意味で重大であったはずです。一つは無論、仇の様子を探るためです。他の意味は、もし亡身士が真犯人とすれば、死者区が 殺した相手の兄だと知っている彼にとって、毎朝偶然死者区に会うということは、確かに一種の恐怖であり、従って、神経の弱っているその男の態度に、必ず変わったところが見出されるに違いない。そこで約半年、死者区と亡身市とはすれ違っていたとする。すると、何日頃からか知らないけれども、死者区はさっき言った、 妙な事実に気がつき始めた。すなわち、ある一定の時間に全く往来が途絶えるという事実。この事実が素晴らしい手段を思いつかせたに相違ありません。これからこの死者が犯人としてどのくらい頭がいいか説明しましょう。先に言った理由によって死者が行おうとする殺人のモーチブは 決して暴露する危険はない。その点について心配する必要は、業もないはずです。死者はつまらない小細工は一切しないことにする。わざと白昼、すこぶる自然らしく殺人を行おうというのです。ただ、誰からも見ていられないということが、絶対に必要です。しかり、ただその一点だけが、 この殺人事件において必要だったのだから恐ろしいじゃありませんか。しかも、防神士が海岸で用いた手も、誰からも見られぬという点だけが大切だったのです。これに対する復讐としては、けだし、花だ適切だったというべきでありましょう。死者区の用いた武器、すなわちこの場合、狂気は これこそ死者区の頭の良さを示すものです。彼は自分の乗っている自動車を相手にぶっつけようというのです。白昼日比谷公園の中で、あの時に、しかも人の恐れる検事局の前で、パッカードで人を殺す。なんというモダンな、しかも頭の良い犯罪でしょう。現婚、我々法律家から言えば、自動車くらい、 殺人の狂気にたやすく利用されうるものは他にないのです。たやすくとは安全にの意味ですよ。今言った元の同僚の探偵小説作家などは役人だった自分からこれを主張していました。探偵小説作家が殺人方法として自動車を狂気に用いるのが一番現代に適切だろう。犯人にとって 法律的にこのくらい安心なものはないのだから。それほど現行の交通状態と法律とはかけ離れている。僕だってそれを書かせれば書くんだが、本当に真似をする奴が出るといけないから、まだ書かないんだ。とは最近彼が私に漏らした感想です。死者区の考えもまさにそこだったのです。 これは、死者区が相当な法律家だということを表しています。自動車の事件は、誰も見ていない限り、相手を殺してしまえば、特殊な場合でない限り、ちょうどあなたの時同様、検事は被疑者の供述以外に手がかりがないのですから、滅多に起訴されないことになるのです。しかも、最悪の場合を考えてみましょうか。 誰か現場を見ていたとする。この場合、故意に相手を殺したと思う人があるでしょうか。誰しも、老狽の極みと思うでしょう。ことに、殺人の動機が外に現れていない時においては、何人かこれを人殺しと言い得るでしょう。すなわち、最悪の場合でも、殺人事件にはなりません。十人の証人がいて、 ことごとく死者に不利益な証言をしたところで、事件は業務上過失致死罪の罰、すなわち3年以下の禁庫、または1000円以下の罰金で済むはずです。白爵、あなたは死者何がしが誤って人を引き殺して3年の体型になると思いますか今までの判例を見ればすぐわかることです。これは、 半年の間、狙いに狙った刹那が、そういう最悪の瞬間と仮定してもの話ですよ。しかも、この不幸のプロバビリティは、死者区の計算に従えば、すこぶる小さいものだったに違いありません。すなわち、死者区は、犯行の日、日比谷門から霞門に向いてドライブする。相手がいつもの通り、 右側の歩道、すなわち死者から言えば左を歩いてくるのが見えた。神経衰弱にかかった紳士があそこを西から東へ行くときは、右の歩道を歩くのが最も安定だと考えるに決まっています。なぜならば、あそこの歩道ははだ狭く、左側を通れば後から来る多くの自動車に脅かされるからです。 死者は素早くあたりを見回す。と言っても、まず右側だけです。前面はカーブしているから、こっちだけ見ていればよい。左側は鉄柵で仕切られた植え込みだから、めったにこっちから人が来るはずはない。そのうち、死者と某紳士の距離は、ますます迫る。このあたりでよしというところで、死者はまっしぐらに相手の体めがけて、 すなわち、今までの進路から、ちょっと左にハンドルを切って突進する。今まで通りに歩いていれば安心だと思っていた相手は、驚いて逃げようとする暇がない。無論右に避けたいが、鉄柵ですぐには飛び越えられぬ。仕方がないから、左、すなわち、車道に出ようとする。途端に車体が相手を引き倒すという次第なのです。 この場合、相手が車道へ少しでも飛び出してくることが必要なのです。なぜなら、歩道へ乗りかけてそこで引き倒しては明らかに過失ですから。自殺した場所さえ車道なら、はじめ少し車がカーブしてきても、その後なんかすぐ踏んでも消せますからね。現にあなたの場合などは、全然車の後は踏み消されていたそうです。 無論、あなたがしたとは言いません。群衆がです。しかし、その群衆を犯人が呼ぶことはできたはずです。少なくとも彼が押し出ない限りはね。事実、あの時調べられた人々は、一斉に、声を聞いて駆けつけてみますと、と言っていますよ。つまり、犯人死者は、相手が死んだのを見定めてから、 まず矢印馬を呼ぶ。そして自分はすぐ目の前の検事局に恐れながら飛び込んでくるのです。過失はともかくどうして恋を疑いましょう。誰が殺人事件だと思いましょう。驚談すべき腕前です。しかしこれは皆例の小説家の空想ですよ。ははは、ちょっと面白いでしょおや。 どうかなさいましたかこの時、今まで青い顔をして聞いていた白尺細山広氏はふらふらと立ち上がったが、ドアにようやく手をかけながら。嘘だ嘘だ人殺しなどと、けしからん。あいつ、自殺だ自殺だとはええだ。お帰りになるならもうお帰りになってよろしい。 薄気味悪い笑みをた,たえて、ドアを助けて開けてくれた大谷賢治を後に、よろめくように白尺は廊下に出た。三。それから一週間経ってからのある夜、白尺は日記の中に次のような感想をしたためていた。驚くべきは、 大谷賢治の推理だ。もしくは想像だ。全く俺の考えた通りのことを言っている。しかも自信に満ちたあの態度。全く俺はあの通りの計画をして、あの日あの場所まで行ったに違いない。しかし、自然のする皮肉を我らの頭の力で見通せると思うか。俺も誤っていた。しかし、 ケンジも俺同様の誤算をしていたのだ。俺が中条の体めがけて車をぶつけようとした刹那だった。不意に中条の方がよろよろとして俺の車の方向に飛び出してきたのだ。現在殺そうとしている相手だが、しかしこの刹那、俺は全く狼狽した。俺はほとんど直角的に避けようとしてハンドルを切った。 けれども間に合わなかったんだ。中将のやつ、両親の赤尺に耐えかねたか、俺の車に飛び込みやがったんだ。今となっては、誰も人のいなかったことが残念だ。俺は人殺しを計画した。だから、ケンジにそう思われても仕方がないかもしれない。しかし、今一歩というところで、やり損なった。 相手に先んじられてしまったんだ。誰でも一人見ていてくれたら、彼のよろめきったことを立証してくれただろうに。昨日、中条未亡人を訪問した。俺が中条を殺したと疑っているのは、ケンジとこの女だ。あの女は、昨日はほとんどものを言わなかった。あ、はあ。 俺は大谷賢治と中条未亡人が生きている限り人殺しをしたと確信されている。俺は自分の計画が完全だと信じていた。あまりに完全すぎたと信じていた。しかし、大自然が行う皮肉を無視していた俺は愚かだった。永遠に俺は呪われている。白尺が ここまで書き記したとき、ドアをノックする音が聞こえた。伯爵の声に応じて、駒使いが丁寧に一通の封書を机の上に置いて去った。差出人は、中条和子。書き留め郵便で、当館日付は昨日である。急いで封を押し切った伯爵の目には、 次のような美しい文字がはっきりと映ったのである。白爵様、宣告は失礼いたしました。せっかくお尋ねくださいましたのに、私、実はあの時、大変考え事をいたしておりましたの。それで、申し訳ない失礼いたしてしまいました。お許しくださいまし。あの時私は、 あるものを白釈様にお目にかけようかどうかと迷っていたのでございます。けれど、とうとう決心してしまいました。何事も申し上げませぬ。ただ、同風の文をお読みくださいまし。そうして、永遠に恩味近くにお持ちくださいまし。白釈様、あなたのお力は偉大でございました。 けれど、我々の頭がどんなに良くても、神様のなさることを考えることはできません。神様のいたずらは、人間にはわからないものでございます。あやっこ。神のいたずら自然の皮肉つぶやきながら、白尺は巻き込められた一辺の紙に目を通した。 そのはじめに、女文字で。これは、夫直おの日記の断片でございます。夫の死後、私が発見して、今まで誰にも見せずに置いたものでございます。あやこ。と記されている。某月某日。妻はどうしても疑っている。いな。 疑っているのではない。俺が吉田豊を殺したと確信しているのだ。俺の手が血みどろに見えるのか、俺の顔がそんなに恐ろしいのか。俺がこの頃四重眠れないで役所も休んでしまったのを、両親の責め苦だと思っているらしい。馬鹿。俺がいつあいつを殺したんだ。俺は人殺しじゃない。 あいつは本当に謝って死んだんだ。俺が豊かを殺そうとしたのは本当だ。恐ろしいことだが、俺はこの手で彼を崖から突き落としかかったんだ。それは間違いはない。しかし、しかし、俺はあの時、突き落としはしなかったんだ。もう少しで彼に触れようとする途端に、 ユタカが不意に悲鳴を上げたんだ。俺は帰って驚いた。どうしたんだと聞こうとする刹那。あの足場の悪いところだ。あっという間に足を滑らせて、彼は下の岩に向かって落ち込んだのだった。俺はしばらく傍然としたが、すぐにその原因は分かった。早くは前から知っているだろうが、 ユタカは今になっても、雲に対して極度の恐怖心を持っている。自分から見ると、ほとんど理由のない恐怖だが、あの刹那、あの崖の上に立っている松の木から垂れ落ちていたのだろう。ちょうど彼の顔に当たるところに、五寸に余る大雲が、彼が落ちてから、なおぶらぶらしているのを自分は見た。 豊かが口笛を吹いて、のんきに歩いているところへ、不意にこの大雲が顔に当たったのだ。雲だと認めた刹那、彼は恐怖のあまり飛び上がったのだ。その途端に足を滑らせてしまったに違いない。ああ、思えばあの時、あの雲をそのまま置いておけばよかった。自分も気味の悪いあまりに、 叩き殺して海に捨ててしまった。自分は何という愚か者だ。もしあの時、誰でも一人人間があのありさまを見ていてくれたなら、俺の人殺しの疑いを晴らしてくれるだろうに。また、もしいっそ俺が訴えられれば、弁解の字は十分にあるのだ。しかし、妻は、 俺を人殺しと確信しているくせに、一回も俺に尋ねない限り、何を言っても無駄なのである。俺はもはや、あやの沈黙の復讐に対しては、沈黙の争いを続けなければならないのだ。しかし、俺はこの頃、すべての人々に人殺しと呼ばれているような気がする。俺は人殺しを計画した。 しかし実行はしなかったんだ。ああ、この苦しみをいつになったら晴らすことができよう。妻以外では、豊かの兄の細山白が確かに疑っている。ああ、毎朝俺と顔を合わせる意味がわからない。俺は不愉快だけれど、俺があの道を通らなくなれば、なお白は俺を疑うだろう。 おう、白よ。いっそ俺を裁判所へ訴えてくれ。この間、日記の日付が三ヶ月ほど空いている。某月某日。俺はたまらない。こうやって無実の罪を全ての人々から着せられて見られているのは。あや子は断然俺を人殺しと見ている。 一言もそれに触れない限り、俺も一言も言うまい。白尺も毎日会うが、何のためにわざわざあの時分通るのだろう。そうして訴える様子もない。彼は俺を殺すつもりなのだろうか。それほど疑うならいつでも殺されてやる。しかし、何時の復讐は、神の目から見れば、 神聖の復讐ではないのだ。この間、数日の隔たり。某月某日。昨日は危うく自動車にぶつかるところだった。医者は毎日歩けという。しかし、少しだって良くなるはずはない。俺はちょうど、 盲人が杖なしで歩くように往来を歩いている。ひょっとすると医者も俺を人殺しだと思っているのじゃないか。あや子が医者に喋っているのかもしれない。そうして俺をできるだけ危険にさらすようにしているのじゃないか。俺は人殺しじゃない。人殺しを考えたことはある。けれど、やった覚えはない。 次は死の前日の出勤。某月某日。こんな変な気持ちで生きている気はない。豊かだって、俺があそこに連れ出さなければ死ななかったんだ。そう思えば、俺は死んでやってもいい。しかし、細山には殺されたくない。よし。 俺は奴のような自動車に乗ってくる人を利用しよう。明日はあいつの来る頃、日比谷で他人の自動車に飛び込んで死んでやる。細山がちょうど通る頃、わざと他の車に飛び込んでやる。どんな車でもいい、細山以外の自動車に飛び込んでやろう。あそこまで用心して歩いていかなければならない。 最後に、あやこに言う。人知をもって、神の業を図る中れ。読み終わった白尺は、この時はっと、今まで少しも気にしなかったことを思い浮かべた。そうだ。あの日初めて、それまでの箱型のクライスラーをやめて、買いたてのパッカードを動かしたのだった。 再び中条の日記を見ていた白尺の目には涙が溢れた。それが頬を伝わってきた頃、彼は机の上に表を伏せて、長い長い間、動かなかった。